2月14日から38日間の会期で開かれた第1回松坂市議会定例会が3月23日、60の議案を可決、賛成して閉会しました定例会では、平成30年度当初予算案平成29年度補正予算案などの議案審議が行われすべて原案通り可決されました このうち平成30年度一般会計予算は子育て支援対策として行う子どもの一時預かり事業費や風水害対策事業費林業、福祉、連携による広葉樹の苗木生産事業費それに幼稚園、小中学校の空調整備費などを盛り込み総額691億5992万9000円となっています。 またふるさと応援基金を運用するための松阪市ふるさと応援基金条例の制定やプラザ鈴ず閉館に伴うプラザ鈴ず条例の廃止など条例の制定、廃止、一部改正についての議案もすべて原案通り可決されました。 このほか、市議会議員の派遣についてなど、議員から上提された2件の発議も可決されました次回の市議会定例会は6月に開かれる予定です